オッケーです。さあ今スタートいたしましたが、吐き出しの水しぶきがすごい。すごい、音楽とぴったり合ってますね。誰ですか、海賊にしてしまったのか、この BGM という感じなんですけれども。さあ、さっそうと飛び出しました酸素。やはり力の差はあまりないようですね。そうですね、またこの吐きが常に平行を保っているんですよね。酸素ともに安定しております、はい、そして一人一人のね、ウェークさばきの安定感もやっぱり今までの、カテゴリーとは違うものを感じさせますね。さあ、酸素とも飛び出してほぼ横一線でターニングポイントに差し掛かろうとしておりますけれども、さて今後の動きどのようになるか、また目が離せません。さあ、チームにまた熱い応援、関係者の皆さんよろしくお願いいたします。3チーム中にチームが北部からの大船渡、そして名古屋からの、ということなんですけれども、はい、こちらもまた期待できますね。さあ、ターニングもほぼ同一という感じがありますね。いや、すごいまとまりを、やはり沖縄一決定戦の名に恥じない予選です。 1レース目となっております。さあ、ラスト 110m、さあ、どこで差がつくのか、非常に目が離せないいい試合となりました。頑張ってください。いや、本当にわからないですよ。疲れが感じられないという回さばきになっておりますけれどもね、はい、さあ、ここでちょっとリードが出てきましたが、チーム前金区、昨年の下克上優勝チームですが、チーム前金区が今トップでゴールいたしました、はい、そして2番手を追い込んだ開港ハーリークラブでしょうか。そこあたりは情熱アリューセンクラブ U とほぼ横一線という感じだったんですけれども、チーム前金区が若干半走程度をリードして見事ゴールしております。いや